今行っている、近く顔が見えるボランティアとしては、今仮設の集会場の中で行っている足湯ボランティアというものがあるんですけれども、これは非常に大切なものになってまして、もともとの交流の場というのもありますし、やはりいろんな不安だとかを抱えた人たちがちょっと一息をついて、自分の心を落ち着ける場所としても使われているんですね。そこにボランティアさんが一緒にこう同席することによって、いろんなお話が生まれたりだとか、あとは、被災者の方とボランティアさんの交流つながりが生まれたりですね、そこから拾い上げた声というのがです、今の要望というところになっていますけれども、それと全体的に合わせて、ニーズと言われるものが何なのかというところをしっかりと含めてですね、今実際に必要な支援というのを考えていく手立てとしているのが直接的な、ボランティアですね。ちなみに今日お集まりになっているお母さん方はどういったお話されてたんですか？今日来ていらっしゃる方たちはですね、基本的には、仮設の方に限定しているわけではないです。町内全体の方たちに、集まっていただいて、気が向いたお話というかね、特に何か話してくださいということではなくって、ボランティアさんだったり地元の人たち同士の交流の場作りというものになっているんですね。今すごく大切なのが、そういった場所作りをどれだけたくさんしていけるのかというのは非常に重要なことだと思っています。これからどういうふうにこうレスキューストックヤードさんの役割といいますか、立場っていうのはお考えになられていますか？はい、当初はですね、我々もいろいろと支援というのを、プログラム化させていただいて、主催という形といいますか、実施をさせていただいたんですけれども、これからは外部から入ってくる者たちが積極的に何かを取り組んでいくというよりかはですね、町の人たちがやっていきたいと思っていることを下支えしたりだとか、フォローアップするような形で、応援をしていくと、それがこれから先、求められている役割だと思っています。たくさんの、ボランティアさんが今まで、被災地での活動をしてきましたが、これから先、その、担い手となっていくのは、やはり、現場近くにいる人たち、その力、継続的に、来れる人たちというのが非常に大切です。近い距離にいる人たちに、よりそういった活動に、興味を持って、取り組んでいただけたらなと思っています。